本日は45度ハイパーバックエクステンションをお買い上げいただいたんで、組み立て方のご紹介をしたいと思います。これは至って簡単で、部品も5つしかないんですかね、このシートを入れてですね。ただ1箇所ですね、難しくて、これをはめるときですね、このプラスチック の部品があるんですけども、これをうまいこと はめないとダメなんですよね。これは手こずりますね、ここを入れるのがですね、ここだけ気をつけてください。あとはここは19ミリのボルトで締めるだけですからですね、難しくはないと思いますけど、ここは六角ですね、六角レンジで締める形になります。まあ、ハイパーバックエクテンション残り1台だったんですけどもね、4台買っていただいたお客様がいてですね、全てなくなりましたんで、次回入荷は3月になります。まあ、組み立て方わからない場合は LINE 等でご連絡ください。よろしくお願いいたします。